こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。あなたのカバンはさ、パンパンでさそれをさ、外行くときは2つも3つも持ってさ。2つも3つもじゃないんだけどね、うん、そう。いやだからハンドバッグだよ、普通のバッグ、バッグあるじゃん、うん、その他に例えば電車の中で冷房がきつかったらと思って、例えば、うん、カーディガンを持ち、うん、スカーフを持ち、雨降りそうだったら傘を持ちっていうバッグっていうか、うん、トートバッグ、うん、思ってるよね。そうだね。うんうんうん、だ両手いつもね、うん、あれなの、やっぱりこう片手余ってると、うん、もったいないと思うね、使わないと。いうわけじゃないけど。でさ、ね、確かに、ね、バッグは、ね、重いのよ、うんうん。じゃあなぜ重いのかって言うとさ、昨日もあったんだけどね。昨日は本当にちょっと一件電話のご相談があって、うん、お話をしていて。うんうんちょっとまあいつもと自分の段取りが違ったわけよ、うん、私は割とこうやって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 入ってきますみたいなので、うん、で出たじゃない、うん、その時にあっと思ってさ、鍵を忘れたの、サロンの鍵を、うんうん、でもね、本当にこれもあれなんだけど、ちゃんとサロンの鍵、いつもの鍵を忘れたとしても、うん、開くようにもうサブの鍵をいつも持って歩いてるわけ、うん、私、うん、だからそういうのも全部入ってるのバッグなわけよ、うん、そうだよな、うん、あんたの財布もパンパンだよな、札束入ってんの。カードだろうね。クレジットカードもそうだし、だって今ポイントカードも、ポイントカードもあるじゃん。楽天からなんだっけ、ナナコから、あなんていうか、ポンタから、T ポイントからっつったらさ、もう今全部プラスチックじゃん。そうだ。結構のボリュームなんだよ。領収書が詰め込んであったりな。領収書はだから定期的に出してるよ。うん。すごいよね。まあね。ね。うん。だから用意周到にして出かけていく人なのよ。そう。でもさ、やっぱりこうね、手軽身軽になった方がいいよ。うん。なあ。うん。あ、う、あ、ん。だからさ、こうなんていうの、バックインバックってなんかバックの中にね、うん、あって大事なものだけ入っていて、うん、バックを変えたらそれだけスッとこう出して新しいバックにいられるっていうのがあるわけ。うん。でもそのバックインバック自体がパンパンになって、パンパンしましょう。もう何でもそうだよね。ねえ。だからこれにさ、普通の人はメイク道具も持ってるわけでしょ、化粧する人は。そう、でもそう、すごいと思うよ。それにプラスするわけないと思うよ。そう、持たないものあると思うし。そうかな。まあいいよ、ほんと家の中も荷物だらけだしな。今だから一緒に片付けてるじゃん。すごいじゃん。とにかく隙間があったら何かお金で気が済まないっていうタイプだからな。いやだからあなたがさ、うん、君の頭はコンビーフだってってことがあって、ぎゅうぎゅう詰まってるコンビーフだって時に、うんうん、ね、そうだね、私はぎゅうぎゅうなんだなと思うけども、うん、ついこの間なんかあったじゃん、 CM のさ、特集の番組でさ、うん、コンビーフは牛肉よりも高いって。ああ、そうそうそう。まだ私の頭は高級なんだと思ってさ。ぎゅうぎゅうに詰めたんだ、ね。そう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 。褒められてるんだと思って頑張るよ。そうだよな、うん。そう。まあ、だから本当前、誰が聞いたけどね、本当に海外旅行、紙袋1個で行く人もいるんだから。すごいよね。うん。そう。だからまあ、なんとかなるもんよ。海外旅行ならあれだ、パスポートとお金とあったら。うん、なんとかなるでしょ、チケットさ、エアチケット、今のチケットはなんか今もうすごいらしいね、うん、だからまあどん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 さ、うん、本来ならこうもっともっとこう、物を持たずに動ける、うん、要するに小銭も いらないわけだからな、今な、うん、電車乗るんだってピッて行けるわけだしさ、うん、だから本来そうなんだろうけど、うん、逆にそのみんな手ぶらになってる方はなってないからね、うんうん、うん、いろんなの持って歩いてるよね、パソコンだね、あとやっぱり多いのは、うん、充電器持ってる人が多いよね。ああ、充電から重たいよな。そうそう、だから、うん、携帯を持ち充電、長く使うのが充電器2個持ちとかさ、うん、あと Wi-Fi だったりとかさ、うん、ポケット Wi-Fi とか。そうだよね、うん、うん、だから持ち歩いたってさ、使うのもいっぱいあるんだからね、うん、だから、うん、もしもの時になるわけよ、例えば、うん、普段行かないスーパーもあるわけよ、うん、でももしかしたら帰りに寄るかもしれないってことで、だから一度抜いちゃうと、うん、なかなか大変なんだよね、うん、今日は例えば声優に行くから声優のカード、今日はパルコに行くからパルコのカードって、うん、毎日やってればいいけど、そんな暇じゃないじゃん、うんうん、だからやっぱ全部入ってれば、うん、だそういうこうやっぱりね、もしもの時って何でもかんでも詰め込んでいくんだよな、うん、なあ、ひょっとしたらこういうことあるかもしれないとかさ、うん、いうこと思うんだよね、うん、あ、でも大体使わないんだよ、でも私なんか備えあればの人でさ、うん、だからある意味さ、その、うん、ポイントカードを持たなければ私のお財布多分好きだと思う、うん、だペットショップもそうだし、うん、ね、今日のご飯買えばここなんとかとかさ、うん、本屋さんに行けば本屋さんのカードとかさ、うん、そういうことなのよ、なるほど、うん、あれだもんな、冷蔵庫もパンパンだもんな、冷蔵庫はね、そうだね、
ちっちゃいよね冷蔵庫。まあね、もう古いな。もうもともとこの借りた時からずっとあったやつだからな。そう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 、もう20年ぐらいの冷蔵庫なんやろかもしれない。もしかしたら分かんないけど、うん、だから一時冷蔵庫が2つあったことあったよ。それはだってお米に虫がつくのが嫌だからって。2つ大きいの2つあったよな、うん、ああすごいね。うん、何を言いたいわけ。いや非常に何を私に何を言いたいわけ。個性的だなと。いいんじゃない、うん、個性の時代だから。だから本当さ、うん、あの断捨離がずっと流行ってね、うんうんうん、言われてるけども、それに逆行するかのように失礼ね生きてるからさ、これまたすごいなと思ってさ、うん、そう、うん、でもね、うちの亡くなった母がやっぱりだんだん似てくるなと思うんだけど、うん、うちの母っていうのはやっぱり何でも持ってる人だった、うん、例えばあ輪ゴム欲しいなと思ったらスッと輪ゴムが出てきて、うん、あなんとか欲しいなと思ったらスッとこう出てくるとかさ、うん、そういう人だったね。そうだ、なんかいっぱいやっぱり買ってくるんだってな、うん、あの予備のためにいっぱい買ってきて、うん、でそれをどっかしまい込んでる送っつったよ、うん、なあ、うんうん、似てきたなと思った、うん、だからバッグの中に常にさ、例えば割り箸とかさ、うん、プラスチックのスプーンとかもあって、ちょっと例えばデパートなんか買ってさ、うん、あちょっと車、結構ほら車だったから札幌行った時も、うん、車だけで、ああさっき買ったのプリン食べたいなと思ったらすっとこうなんかプリンのスプーンが出てくるとかさ、そういう人だった。そう、でも割り箸持って歩く人はなかなかいないと思うよな、うん、まあ前箸は持ってる人いるかもしれないけどな、うん、だからね、うん、なんだろう、まあ、その人のさ生活スタイルだと思うのよ、うんうん、と結構うちの母っていうのは親戚んちの子供、うん、なんか母にしてみたら、うん、姪の子供なんだけど、うん、その子がすごく可愛がっていて、うん、しょっちゅう会ってたわけよ、うん、そうすると一緒にご飯食べたりすることがあって、うんうん、例えばじゃあお箸があったらその子に食べさせやすいとかさ、うん、そういうことでもっと歩き始めたんだと思うよ。まあそうだけどさ、うん、でも本当に、ね、いい一軒担がないとさダメになっちゃう。宿借りかい、うん、そのぐらいのあれだよな、うん、もうそういうこと言い出したらさ、うん、だから備えあれば憂いなしだけど、うん、ねえ、やっぱりこう杞憂っていうこともあるしさ、そうだね、なあ、だからいいんだね、うん、あなたみたいな人と私みたいな人がちょっと足して2であればちょうどいいんだよ、うん、全く何も気にしない人と持ってる人と、気にするよ、嘘だよ、うん、どの口が言いますのみたいな、うん、まあね本当に、なんだろうね、そういうさ、うん、まあ、あなたはこう計画性の人だからさ、すねだから ね、うん、一つ一つこう計画しながら、うん、あるいはこういうことがあったらこうするよとかさ、うん、いろんな対処を考えながら生きる人だからな、うんうん、まあそれは仕方ないっちゃ仕方ないんだよな、うん、そういうふうなこう星の元に生まれてきてる、うんうんうん、だこれはもう下手にしようとしない方がいいんだよ、断捨離をな、うん、な、いやしてるってだから最低限の、うん、いやでもやっぱり、うん、年を取ったたびにやっぱシンプルに行きたいなと思うの、うん、それはいいと思うね、やっぱり今札幌で父が住んでいて、うん、亡くなった後あの実家をどっから手をつけようかってやっぱり、うん、これは皆さん共通だと思うんだよね、うん、一軒家って予想以上っていうか、うん、想像以上に物が残ってるわけよ。そうだよ、うん、うん、そう、うん、だから、うん、そういう意味では例えば今私がここで死んだらさ、うん、どこに何があるか分かんないと思う娘たちはね、うん、だからそうだよ、じゃあ何もなければあそこにあるかって、うん、目に入りやすいから それはやっぱ少しずつ少しずつ片付けていかなきゃいけないなと思ってる、ね、本当だよね、うん、うん、まあ本当ね片付けっていうかやっぱりねシンプルに生きるんだけどそれは本当大事だと思うよ、うん、うん、そんなね複雑なもんじゃないと思うしね、うん、うん、本当に必要なもんってさ、うん、そんなにあるもんじゃないよ、うん、うん、あらそういう本当に必要なもんだけで揃えたらさ、うん、もう家なんかスカスカになるんだからかもね、うん、ああちょっと挑戦だね。そうだね、うん、うん、それぐらいのことやんないとさ、うん、ああこれあれだよ、もうキリがないっていうかさ、うん、収拾がつかなくて、うん、まあね、うん、まあ、いろいろ言いたいことはあるんでしょうけども、うん、ね、でも昨日はそれと私がサブのキーを持っていたから、うん、サロンにちゃんと入ってお客さん待てたわけよ、うん、あれもしなかったらもう一回家に帰ってサロンの鍵取ってって言って、うん、大変だったかもしれない。でもね、うん、サブ持ってなければ忘れないってこともあるしな、うん、サブを持ってなければ忘れないっていうこともあるしな、いや昨日はちょっと違ったね、うん、 うん、そういうことはあるよ、それも年に1回もないわけでしょ、ない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 、あなたの場合は、うん、な、その年に1回あるかないかの、うん、まあ、ちょっと昨日はスペシャルの日だったね、うん、でもそれもまあちょっと待ってて済むこともあるしかもしれないしね、でも昨日は朝お電話があってちょっと電話でお話をして、うん、
本当に夕方またお電話いただいて、うん、おかげさまで解決しましたって、ね、あそう本当によかった。だからそういう時にふっとさ、うん、彼女もやっぱ言いにくかったんだと思うんだけども、うん、ふっと原田さんの顔が思い浮かびましたって、うんうん、勇気を振り絞って声をかけてくれたわけ、うん、で何気ない私の一言でバーッと変わっていったって、うん、本当ありがたいなと思って、あ本当に思い出してくれてありがとうだなっていうのを思ったのって彼女にも伝えたしね、うんうん、やっぱ思い出してもらえる存在で、うんいられたってことは、それは大事だね、関係でね、うん、本当しばらくお会いしてなかった方だったので、うん、本当になんか嬉しいなと思った、うんうん、そうだな、うんうん、ね、うん、まああのあれで思い出してね私を、うん、いやでもちらついてると思うけど、忘れられないよ、もういつも何かやるときには必ずあなたの顔を浮かぶこれ大丈夫だろうかとか怒られないだろうかとか、うん、そうこれはもう長年のあれだね。いやいいんじゃない、うん、やっぱり刺激的な関係もいいじゃない。そうだね、うん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 、はいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。